ノボシビルスクでの十字行。先導する八単十字架と遺憾。先頭の少年が持つのは至り生産者の遺憾。十字行とは、聖教会における方針例として、聖道外で行われる行列、行進のこと。神の民の集まりである教会が天国に向かって行進していることを表す。特定の教会における祭りに行われる、同様の意義を持つ者にせい。 入りがあるが、聖入りは、聖堂内で行われるものである。永民した司祭の埋葬式で十事業をする、修道士たち。黒ブークを被っている。十事業は、聖堂から神徒が出て、聖堂の周りを歩いて行う。ろうそく、十字架、旗などが行列を先導し、英体をはじめとする教習がこれに続き、その後に神徒が続く。十事業が行われる、日。 方針例としては、以下が挙げられる。他、普及体や遺魂の移動の際にも十事業が行われる。十事業の最中、聖歌が歌われる。聖歌は行われる。方針例の内容によって異なる。復活大祭には、ステヒラ大六朝、ハリストス、救世主屋が歌われる。ハリストス救世主やが歌われるハリストス救世主や神の使いら天において、何時の復活をあがめ歌う。 我らにも地において潔き心を持って、何時を褒め歌わしめた前。復活大祭の捨平第六朝、生代土曜日においては、イース・ハリストスの眠りの遺魂が感情に担がれたものとともに十事業が行われ、聖三宿分が歌われる。埋葬式でも十事業を行う際は、担がれた永民者の棺とともに十事業が行われ、同様に聖三宿分が歌われる。 聖天主、聖イサムタケシ、聖情勢なる主、が等をあわれめよ。聖三祝文、ありがとうございます。